機動戦士ガンダム水星の魔女シーズン2、皆さんお疲れ様です。マイトです。本日の23話、譲れない優しさ、いかがでしたでしょうか。エレクトー、そういう終わり方か。いやー、正直こうは予想はしてなかったですね。まあいやでもな、エリコもまあそりゃそうなるんでしょうけど、ここでこうエリコがね、まさか退場、いやまあまだ正直退場かどうかはわからないですけど、このエアリアルのね、もう大敗派、もうボロボロな姿を見ると絶望的ですよね、正直。かー、こう来たか。予想はしてなかったわけじゃないけど、ちょっと予想外。いやー、毎回ね、あの予想を超えてくるのがほんとすごい、水星の魔女は。いやー、しかしな、こう考えると、あの皆さん以前あのお話ししてた、スレッタ、そしてエリクト、まあエリクトが、スレッタに乗り移るっていうか、まあいわゆる憑依の説がかなりまた濃厚になってきました。なる、まあ来週のね、あのタイトルも最終回とかね、すっげータイトルだったからですね、あのびっくりしましたもん。最終回テレビの前であのファーって言っちゃいましたもん、普通に。なんかもういわゆるエリクトがあの大量殺戮兵器、あの超巨大なあのソーラービームを撃ってきたやつを、ね、防いだ後、あのガンビットだけあの5個残りましたよね。ってことはあのエンディングのあのシーン、ね、5個はそういうことだったんですね、やっぱり。ってことは今そうなのかな、エリクトとスレッタ、いわゆる一つになるルートで終わるのか、水星の魔女。いやでもな、なんだろうな、な、あ、いや、てっきり自分の予想では最終回で、いわゆるまあエリクトとスレッタの決戦であの終わるのかなと思ったら、まさか23話で全てね、あの片付くとは思ってなかったので、ちょっととかなり予想外でした。かー、いや、どうなっちゃうの最終回。そして、これはシーズン3、そして劇場版期待したいけどな。なんだろうな、いや、何も言えない。いや、本音は続いてほしいです。本音はもうね、めっちゃくちゃし、あの、水星の魔女はこれからも続けてほしいですけど、一応物語的にはね、いろいろ、まあ、未回収の伏線とかあるんですけど、物語としてはかなり、まあ、あのまとめてはいたんで、なんだろうな、いやどうなるんだろう、来週のタイトル最終回だからな。いやなんだろう、あの G ガンダムのね、あのタイトルよりすごいから、もうどうしよう。はい、ということで今回の水星の魔女第23話、譲れない優しさについての、リアルな自分の感想になります。予想は今のところまだね、うまく言えてないですけど、正直エリクとスレッタはあの一体化説はかなり濃厚になってきました。それでは、今回はここまで。皆さんの思う23話の、感想、予想、コメントぜひともお待ちしております。いろいろとお話しさせていただければ嬉しいです。この動画をご覧の方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。皆さん、いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。それではまた次回ご視聴ありがとうございました。